東日本大震災から明日で12年です。岩手県陸前高田市では津波が到達した地点を記すため桜を植える取り組みが続けられています。震災の時津波はあちらの防潮堤を乗り越えこの高さまで襲ってきました。その印となる桜が植えられています。 NPO 法人桜ライン311によりますと陸前高田市内で津波が到達した地点をつなぐと長さはおよそ170キロに及びます。そのすべての地点に1万7000本の桜を植えることを目指して2011年11月から活動を始めました。これまでに2000本以上を植えたということです。昨日行われた植樹会では東京の大学生らが参加しました。自分の中でもう忘れちゃってるところがあってこういうボランティアに参加することによって震災のことを思い出して後世に伝えていけるように。震災から12年が経ち今では津波の到達地点がわからない場所も多くなっています。体験としてですね、災害を学べる機会だと思いますので、ぜひ実際陸前高田に来て桜を植えていただければなというふうに思っています。